はいどうもこんにちは、こんばんは、エゴイスティックゼルフィーです。ということで、まあ、今回はなんですけど、やっと名前を変えれた。もうやだもん、ギフトサービスって名前。だってさ、ギフトサービスって名前にしてるからギフトくださいとかめちゃくちゃコメント来るんですよ。あげねえよバーカっていう感じなんですよね。本当になんもお前なんかのこと知らねえからあげねえよバーカっていう感じなんですけど、やっとね、エゴイスティックゼルフィーになりました。今回はですね、まあ、前回の動画で確かヘリコプターをね、金にしたんですよね。で、そのために僕はね、課金をめちゃくちゃしました。で、ティア100ね、ティア100まで行きましたと。ということで、ちょっと今回はなんですけど、このスキンって、持ったものとかを金色にできるんですよ。そう、それで前回ヘリコプターも金色にしたんですけど、今回はこいつを使って、いろいろなね、アイテムとか乗り物とか、なんか食べ物とか、なんか金にしていこうかなと思います。ということでね、今回はこのね、マイダスだっけ、こいつの名前。そうだね、このマイダスというね、スキンを使って、いろいろなものをね、金色にしていきたいなと思います。ということで早速、やっていきましょう。はい、ということで早速ね、ちょっとやっていきたいなと思います。ということで、じゃあまずはちょっと武器から適当に変えていくか。でもね、武器たくさんありすぎるんで、どうしようかな。武器めちゃくちゃたくさんあるんだよな。まあ、一回とりあえず適当にやっていきます。はい、僕が適当に選んでやっていくんで、自分で見たいものがあったら頑張ってTI100にして自分で見てみてください。ということで、じゃあまずはショットガンと AR と、とりあえずまずこの5ついくか。ほら、あ、もうキーになってる。ほら、ということで、まずこれショットガンですね。はい。で、これが AR。で、ピストル。で、スナイパーも金になってる。で、ロケランも金になってる。かっこよ。ちょっとめちゃくちゃ重なってるんですけど、こんな感じっすね。すげえ、かっこいい。やっぱ金になるとかっこいいよな。ちょっとこれ金になるのかな？お、なった！これ金になるんだ。すげえ。このロケラン金になるんだ。そうだよね。こういう特殊なやつとかも見てみたいよね。リボルバーは？これまさか金になったすげえな。ってことはハンティングとかもなるよね。お、ハンティング。え、かっこよ、ハンティングの金。僕これ好き。待って、ハンティングの金かっこよすぎないか、これ。え、かっこよ。はい。バースト、これも安定のかっこよさ。あ、これ好き。細いのが金になるとなんかめっちゃ好きかもしれない。かっこよ。なんだっけ、これタクティカルサブマシンガンか。かっこいいんだけど結構。いいね。で、これが、サップ付きの SMG か。で、これが最近追加された連射力がえげつないやつね。ドラムガンも一応出すか。さっきこれ見てないね。はい、ということで、次これですね。かっこよ。なんかサブマシンガン系かっこいいな。これはね、真ん中でマイダス倒せば手に入るからね。結構見てるよね、みんなね。で、金のポンプね。で、ドラムショットガン。ああ、これも金になってんだね。これは正直、元が金だもんな。うん。で、これかっこよくね？え、これかっこよくね？え、めっちゃかっこいいんだけど、これ。僕、これ好き。あ、待って、これ見てみたい。ライトマシンガンとか、グレポンとか、こういうおっきい系のやつ見てみたい。待って、これなるかな？あと、これも見たい。ちょっと結構ロケラン系が多い気がしたけど、2個しかなかったわ。え、かっこよ！ライトマシンガン金にしたらクソかっこいい剣について。かっこよくないこれ。え、すげえ。クソかっこいいやん。で、これもグレポンも金になると。いや、おっきい系のもんってやっぱかっこいいな、結構。で、二刀剣銃。これは結構ね、安定してかっこいいな。で、これは金になってんのか？なってないな。これはなんないんだ。で、これ。すげえ。え、これかっこよくね？待って。アホかっこいいんだけど。え、かっこよやっぱ、おっきい系のもんが金になるとかっこいいな。あ、でも金になってんじゃん、これ。かっこよ。やっぱなんか金になればやっぱ何でもかっこいいんだよな。やっぱいいね、これ。やっぱロケラン系結構本当にかっこいいの多いな。で、ヘビ砂はやっぱりね、安定してね、元がかっこいいもんね、これ形が。で、これも好きだわ。ヘビーショットガンとか結構好きよ、これ。待って、これも好き。金好きだな。リアルの金も好きだけど、フォートナイトの金も好きだと。で、次ちょっと大きい系だね。ミニガンとか見てみたいな。ミニガンとサーマル？え、これブーム棒なるかな？あと、剣。あ、やべえ、剣持ったら、え、剣金になってる！
え、剣金になってる、剣金になってる。え、すごくねこれ。え、すげえ、剣がこれ落としたら、剣が金になってる。え、剣ってさ、金になるんだね。で、さっき落としちゃった。ちょっと待ってー。やばいよ、やばいよ、危ない。お、ブーム棒も金になってる。かっこよ。で、ミニガン。いや、ミニガンだ、かっこよすぎないこれ。で、サーマル。いや、てか待って、剣がさ、金になってんのがすごすぎる。クソかっこいい剣について。え、こういうのってなったりした？え、これ何でも金になるんじゃないの？え、これも金になってんだよ。わかる？ちょっと。落とせばわかるか。ほらほらほら。これこれこれ、これはね、これなんだよ。これも金になってるってことは、これはこれはこれはなんないか、さすがに。なったなったぞ。え、マジで何でも金になるな、これ。楽しい。ってことは、ちょっと僕思ったんだけどさ、これフロッパーとかをさ、持っちゃえばさ、フロッパー金になるんじゃないの、これ。え、そしたらさ、金のさ、魚できるじゃん。革命じゃない？スキンで、変わるよ、強さ。じゃ、ちょっと見てみるか。あれ？なんかインベントリがバグった。あれ、待って、インベントリがすげえバグった。あ、なった。あ、さすがになんない。さすがになんないか。確かにな、これでフロッパー金になったら、やばいよな。でもワンチャン、ワンチャンスラップフィッシュある。ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。なかったわ。え、他のなんか投げ物系は？ここら辺、ここら辺、ここら辺金になったら熱いよ。なってる。これはなるか。お、これもなってる。なってる？なってる。あ、なってる。なんかすげえな。おにぎりみたい。なんか金のおにぎりみたい。ってことはこれもなるね。ってことはこれもなる。なんだこれ。なんかどっかで見たことあるな、これ。日本語で遊ぼうにいなかった、なんかこんなようなやつ。いや、すげえな。結構いろんなもん金になるな。ってことは、なんかこれとかも金になる、まさか。落とさないとわかんない。あ、ストームフリップはならない。あ、ならなさそうだな、これは。ダイナマイトなる。リモート爆弾もなる。ラジカセもなる。金のラジカセなんだけど。ちょっと。これ回復系はどうなんだろう。やっぱ回復系なんないのかな。ミニパーあたりならなりそうな気するけどな。なんないか。あ、なんないな。回復系なんないっぽいな。あ、回復系はなんないんだね。ちょっと乗り物見てみたい。これジェットパック、あ、ジェットパックなんないか、さすがにな。待って、でも落としたらワンチャン。なったーなったぞなったぞこれじゃあつけてみたい、つけてみたい。あ、つけたら金にはなんないんだね。落とすと金になるけど。え、ってことはこれは金に、やばやば、金になった。宝石金になった。すげえ。これ金になるんだね。ブッシュはブッシュ。え、これブッシュって金になるのかな。ブッシュはなんないか。さすがにや。来たらなるとかない。あ、ないな。あ、それなかったわ、さすがに。で、雪だるまも金になる。なんかいろんなもん結構金になるな。ってことで、乗り物系見てみたいな、僕。乗り物系、乗り物系。あったあったあった。船とかはないんだね。船とかはなさそうだな。まずは、これから行きましょうか。ショッピングカート。あ、ショッピングカートなんないっぽいな。あ、でもこれ、ワンチャン外したらなるかも。あ、なんないわ。ショッピングカートはなんなかった。で、次、大砲。これ、大砲って何？もっ。あ、なった！大砲金になった。ちょっとこれブッシュ邪魔なんだけど。まあいいや。取れない。ブッシュ取れない。え、すげえ、大砲金になったよ。ってことはタレットもなるんじゃないの？あ、タレットはなんないか。あ、タレットはなんないね。で、次。おお、ロボットなった。かっこよ。え、ロボット金になったよ。すげえ。で、ボーラー。これ、ボーラーな、外が、なんかラップとか反映されればめちゃくちゃかっこよくなるんだけどな、このボーラー。でも中金になったよ。すげえ。で、これ、ボードはなると思うんだよな、僕。なんかちょっと中途半端じゃない？なんかちょっと中途半端な気がするけど、一応なったね。でもこれはこれでかっこいいな。確かに水色と金って合うよね、これね。じゃあ次、飛行機。なんかめっちゃバグってる。なったー。飛行機も金になった。かっこいいな、やっぱり。金ってな。
なんか金って何でも高級感とかあるしな。さあ、で、これも降りたら、金になった。すごいな。顔がなくなっちゃったよ。いや、でもやっぱり本当に金になると何でもかっこいいな。ってことはこれもなるよな。うい、金の車。マリオカートだったら絶対最後の方に手に入る、これ。まあ、てな感じで今回はね、まあ、いろいろなものをちょっと金にしてみました。ということでね、まあ、皆さんももしよければね、まあ、ティア100のこのスキンを手に入れて、まあ、最悪課金してね、手に入れて、いろんなものをね、金にしてみてください。ということでね、皆さん、この動画がね、もし面白ければチャンネル登録、高評価、通知オン。いや、面白くなくてもチャンネル登録、高評価、通知オンしておいてください。ということで今回は、こんな感じで終わりにしたいなと思います。では、バイバーイ。